はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、はい、今回は稲熊ともう一人、はい、女優が来ましたから、うちの女優が来ますから、はい、女優呼びたいと思います。ヘイナナオ、ヘイナナオ、ナナちゃん、ナナちゃんです。はい、こんばんは、ジョキです。ジョキです。ミーです。はい、よろしくお願いします。前回はさゆちゃんを4時8時でやって、はい、で今回はあなたたち2人の4時8時を見ましょうっていう回だよね。はい、やってもらおうか。と、はい、いうことで4時8時行きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。4時8時チェック。4時8時チェック。どこでもいいから、どこでもいいよ。ぴょんぴょん。うん。うん、ショットの時そのスタンス？違います。うん、もうちょっとですか？うん、じゃあショットのスタンスで4時8時やって。うん、うん、でかすぎる。もうちょっとちっちゃく。うまい、うまい、今のうまい。もう一回、もうちょっとちっちゃく。今のはダメだね。ヘッドキスだね。もっとちっちゃく。大きく振るときはいけるけど、小さく振るときはヘッドキスしちゃうでしょ。でしょ。じゃあ今度はこれをちっちゃいとできません。でしょ。でもこのボール挟むとちっちゃくてもできるよ。はい、ほら、だってヘッドじゃないじゃん。ボールを挟んだままポッポッと動かせばいいじゃん。ほら、じゃない？小さくできるでしょ。ムカつくぐらいできる、うん、だけどこれがないとこれがないと、はい、欲しいよ。いやいや大丈夫大丈夫。はい、はい、うまい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 、今うまかった。うまいうまい、まあ、微妙。はい、もう一回これ。はい、これってさ、いい？ここに挟むじゃん。物挟んだ瞬間にさ、挟まない時ってここ意識になるじゃん、うん、動きがこう遠いとこ意識になるじゃん、はい、でも挟むとここ意識になるでしょ、うん、そうそう、その意識が欲しいのよ。構えといて踏んでいいから挟んだまんま、挟んだものをそのまんま、あ、そう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 、めちゃくちゃうまいじゃん。挟むとめちゃくちゃうまい。うん、挟むとやりやすいでしょ。でもこれが結局前行ったこれになるわけじゃん。そうですね。うん。そう、そのまんま。うん。うまい。オッケー。やるとね。オッケー。ちゃんとやるとね。そう、やらなくなるんだよね。そうそうそうなんですね。うん、反抗期だね。じゃあナロちゃん。はい、女優。ナロちゃん。ナロちゃん。私ジョミーなんです。9番、まあ、ピッチングでも何でもいいよ、9番でも。今日は6時にあって、4時、8時。じゃあここまでは上げない、この辺ってこと？その辺、クラブヘッドが4時、8時の時にどうやって打ってるかっていうのみたいな。どうやって打ってるか、うん、足幅は？足幅は普通のスタンスでいいよ。でかいって。このぐらい。そうなんだ。うん。でかいって。うん、いいよ、もう一回。うん、うん。もう一回。今ぐらいでいいよ、なるちゃん。うん。その振り幅でさ、振ろうと思うと、結構難しくない？うまい、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 うまい。で、これを、じゃあこれ挟んで、もうこれ、いけなくていい、うん、挟んだまんま、挟むとさ、挟むか、挟んだものを挟んだまんま4時8時で振ろうと思ったらクラブヘッド意識いかないはずだから、うまい、うん、そのまんま、このまま本体をこうやって動かすだけ。本体を動かしてほしいの、本体を。そう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 、同調することない？これだったら、この感覚が欲しいのよ。同調して、そのまま同調して、同調して、これめっちゃうまいじゃん。うまい。でもこれが、これがなくなると、うん、
手が走るじゃん。うん。わかるでしょ？なんとなくこうヘッドヘッドが動き始めるじゃん。でこれを挟む糸を構えて、はい、セットン、はい、まいまいまい、はい、もう一回こうか、はい、もう一回、はい、トントンって、はい、トントン、はい、できた。で今度はこれ挟む、はい、こっちの方がやりやすい。やりやすいでしょ。これを挟んでない時もこの感覚が欲しいわけよ。ほら、絶対体でいくでしょ、これだったら。挟んでる場合って絶対体でいくってね、クラブヘッドよりも、ね、でこれを外しちゃうとクラブ体でこうやっていかずにクラブヘッドでいくじゃんかって、うん、この感覚を消してほしいの。今日あの子もやってたよな、向こうで、はい、なんとかちゃん、みゆちゃん、うん、そうそうそう、そうすると結局ここまでが出来上がるじゃん。ここまでが構えた状態からここまでが出来上がる。でナルちゃんも結構早く行くじゃん、ポーンとクラブヘッドが、うん、でそれがなくなってくるはずだから、ここまで、でここから先に回したい時に先のあれほどけばいいから、これはあのアイアンレシ関係なくドライバーも、うん、でドライバーもだってこの状態からこう入っててこう来て体回したいけど回らないけど、これをほどくことほどけば綺麗なトップ、うん、っていう感じです。なのでこのボール今回のアイテム、やっぱり言えるのはボール挟んでる時と挟んでない時は結局できるできないっていうよりもこうやってやってこうやってうまく打つじゃんかって、うん、その時にヘッドを動かすふうに思っちゃうのか、ヘッドじゃなくてボール挟んだ瞬間にヘッドを動かさなくなるから、うん、ボールをそのまま引っ張ろうと思ってる。よいしょ、ボールを挟んどけば、ボールを挟んだ状態でこうやって動かすと、こんなことよりも挟んだこっちの方が気になるからね。で強く挟んだまんまこう動かそうとすると、もうクラブヘッドを動かそうって気持ちにならないじゃん。でこれが この動きができてこれば、これがない時にこうならずに、なんとなくできちゃうじゃん。これを消してほしい。そしたらこのまんまここまで来れば、ここまでできれば、ここからあとは体ねじりながらこのロックピュッとほどけば、めっちゃ綺麗なトップ上がってくるはずだから、これはいい練習なんです。この練習ができるのがやっぱりこのボールとか、まあこれ一番これがいい練習なんです。辻村さんのやつ、うん、辻村さんのやつはもう絶対に手使えないから、これだったらこうやって構えてこうやって、ね、手だけでできないからね。これ回してドーンドーンドーンって言うだけだからという感じで、よかったら皆さんやってみたらどうでしょうか。はい、よろしくお願いします、うん、次回、サヤ7番やのかな、足はやってましたね、うん、はい、次回はサヤの足です、はい、サヤの足、はい、サヤの足です、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、見てください。